フランス海軍の装甲を浮き放題、レーベ、1854年。同様の装甲を浮き放題、トゥナンテ、デバステーションと共に、キンブルンの戦いで、ロシア軍の陸上砲列を打ち破った。デバステーション級の装甲を浮き放題。クリミア戦争中の1855年から1856年に、かけての冬の様子。浮き放題、パイシャン。 高知品での戦争用に設計された。浮き放題とは、水上に浮かぶ構造物に武装を施した兵器内視陣地の一種である。通常の軍艦と比べると、大型の武装を有している点で共通するほかは異質な存在である。しばしば間に合わせや実験目的で作られた。最も注目に値する浮き放題は、1800年代に設計、または建造されたものである。 これらが最初期の蒸気推進軍艦と装甲艦の開発へとつながった。最初の蒸気推進軍艦として知られるデメロゴスは、米英戦争中にニューヨーク港の防衛のため浮き放題として建造された艦であった。装甲艦の子祖も1850年代のクリミア戦争中にイギリス海軍とフランス海軍が建造した鋼鉄で走行した浮き放題である。 これらの装甲浮き放題は木造の蒸気軍艦の補助戦力として配備された。装甲浮き放題の任務は沿岸要塞を砲撃している非装甲の救砲部隊と木造砲艦を援護することであった。フランス軍は1855年国会のキンブルンの戦いでキンブルン守備隊に対して浮き放題を使用し成果を収めた。イギリス軍はバルト海のクローンシュタットに対して 浮き放題の使用を計画した。このクロンシタット攻撃の意図は、ロシアを和平交渉の席に着かせることにあった。これらの装甲浮き放題は、その後の本格的な装甲艦の誕生へとつながる通過点となった。浮き放題は、アメリカの南北戦争においては、北軍と南軍の両方によって広く使用された。南北戦争で最初に使用された例は、南軍によって使用された。 チャールストン港の浮き放題である。これは1861年4月のサムター要塞の戦いで要塞攻撃に投入された。また、実験的に建造された装甲艦のうち、重くて運用が難しかったり、低出力だったものの多くは、しばしば浮き放題に転用され、河川と沿岸航路の防備に充てられた。ありがとうございます。